皆さんこんにちは、卓球ライフサポーターの岡 P です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は、まあ、リクエストありまして、 YG サーブの出し方を教えてくださいっていうふうに言われましたので、それにお答えしたいなって思います。実はこの YG サーブを出す、まあ、この動画なんですけども、ちょっと長いので何回かに分けてお伝えしたいと思います。今回その第1弾として、実はその YG サーブを出す前に知っておかなければならないこと、これとてもとても重要なので、それをお伝えします。それ何かというと、この手首と肘の関係性ですね。これを知っておかないと怪我しちゃいますんで、こことても、今回この第1弾とても重要です。あとこれが分かると、当然 YG サーブがやりやすくなったり、その他の技術的なところ、そのいろんな、まあフォア打ちとかそのバックとかいろいろあるんですけど、そこにも話がつながっていきますので、ぜひ覚えてほしいなと思います。よろしくお願いします。まずあの YG サーブでよく、まあ雑誌とか、まあ動画とかでも言われているのが、まあ2つポイント2つあります。さっき言いましたけど、こう手首を最大限に使ってとか、肘を高くからこう下に下ろしてとかいうふうに言う、そのスイングのコツの説明がまあまあ結構あるんですよ。まあ皆さんもどういうふうに振ったら YG サーブ上手にできるの、まあかっこよくできるのかっていうところを模索してると思うんですけども、実はその先ほど言いましたけど、手首と肘の関係性っていうのを知っておかなきゃいけないんですね。じゃあそれが何かっていうと、こう手首をこう効かそうと思ったら、実はこの肘は固定しておかなきゃいけないんですね。肘を固定するから手首が効くようになるんですよ。で、じゃあこの反対、肘を動かそうと思ったら手首は固定させてあげる必要があるんですね。これ両方ともこう動くと、なんかね、もうぐちゃぐちゃごちゃごちゃするんですよ。で、これがまず一つですね。ちょっともう一回おさらい言いますけど、手首と肘の関係性ですね。手首を動かそうと思ったら、肘をロックさせるっていうか、押さえるっていう、動かないんです。そして手首が動きます。この肘を動かそうと思ったら、手首は動かないようにしておきます。これ大事です。じゃあ、この二つ目ですね。実は、この持ち方、このグリップによって、手首が使えるグリップであったり、肘が使えるグリップであったりするんですね。だから、これ、手首が使えるグリップなのに肘使ったり、肘使えるグリップなのに手首使ったりとか、まあそういう反対になってしまうと、これ怪我する原因ですので、覚えてほしいなと思います。じゃあまず、手首を効かす、まあ手首効かせた方がやりやすいという方のグリップはですね、つまむこと。つまむ。まあ YG サーブなんで、こうやって持ってやるってことは多分ないと思うんですけど、こう外すと思うんですけど、この時に、つまむ。つまんであげると、手首は効くようになってきます。そう、つまむんです。うん。これでつまむ。で、これつままずに、例えば、まあ、人差し指離してもいいぐらいの、手のひらで持ってるような感覚でやると、多分あまりこう、可動域、まあ多分このぐらいなんですけど、このぐらいでいっぱい手首効かそうと思うと、これもともと動かない、動きにくいグリップなので、これやると壊れちゃいます。キャパオーバーになっちゃいます。で、もう一回ちょっとつまみましょうか。つまむと、ここまで動くようになります。自分の顔がこう隠れるぐらいなので。で、もう一回手のひら感覚ぐらいで持つと、人差し指離してもいいぐらいで持つと、ここまでになっちゃいます。うん。そう、つまむと、たくさん動いて、手のひらぐらいで持つと、動かなくなります。そこをちょっと理解してもらうといいかなと思います。なので、手首を効かした方がやりやすいって方は、つまんであげると、たくさん動くようになります。で、この時、肘はロックさせとくと、手首が動くようになります。じゃあ、今度、肘動かす方ですね。これは、手のひらで持ってるかのようにすると、手首は
使いにくいので、ここでこう肘、それで肘をこう動かすっていう、こういう感じで体を動かしてあげるといいですね。でこれつまみながらやると手首が動いちゃうんで、もうなんかグラングラングランして多分ね安定しないんですよ、うん、どこが支点でどこが起点なのかちょっとわからない状態になって、多分体的にもそのボールさん的にも安定しないと思いますので、気をつけてもらうといいかなって思います。まずはそのグリップですね。つまむのか握るのかで可動域がこう変わります。つまめば手首、握れば肘、こちらの方で体を操作してあげれるようにしてください。これ何度も言いますけど、これで一回僕手首いっちゃったんで、でそれからちょっといろいろ勉強したら、ああそういうことかというふうに結論付けしました。まあ大体何するにしても、まあいろんな人の特性とか見てもですね、こう指先で持ってる人ってこう手首使うような感じでやるんですよ。まあ、例えばこうチキータとかでもこんなにできちゃうんで、でもガボって持ってる人って手首使えないんで、肘使ってこうラケットさんが気持ちよく動くようにしているので、そういうところも考慮していただけると、本当怪我なくいい技術をいいまま自分の中に落とし込んでやれると思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。今回の動画はこれちょっと短いんですけど、これ以上にします。で次の YG サーブの動画はですね、そのラケットさんのスイング方向、進むべき道っていうのが3つあるっていうところをお伝えしたいなと思います。今回の動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。まあ、この続きもありますのでね、ぜひチャンネル登録していただいてですね、楽しみにしていただけると僕も嬉しいなって思います。それでは今回の動画は以上です。また動画でお会いしましょう。ありがとうございました。